今日は福岡市東区遠野春にやってきました。遠野春川遠野春か。だけど駅とかには遠と春の間にひらがなのねのっていう字が入ってますね。これ静かなんだけど、なんで地名はそのままなのに駅とかバス停とかがのを入れとっちゃろうね。こんな風にひらがなののが入っていたり、漢字ののが入っていたりして表記が違うんです。昔の古地図の表記ではそのままなんですね。ただどうしてのが入っているのか調べたんですけど出てきませんでした。市営遠野春団地が建設される昭和33年以前は海岸砂丘が広がり、弥生時代以前の姿をとどめていたそうです。1889年明治22年町村制施行により遠野春村は香椎村に合併されます。香椎村と呼ばれていた当時、表香椎谷郡そして裏香椎谷郡に分けられていたそうです。当時表の人は裏の人に対し優越感を持っていたという説があります。確かに地理的立地条件を考えればそう思うかもしれませんね。村の中に東神塚もあり、この東神塚から遠野春という名前がついたのではないかと言われています。遠という漢字がつく地名の場所はもともと大陸との交流の窓口だったと言われています。博多が栄えた理由がその一つで、古くからその土地を生かし貿易の拠点となり、港町としてさらに発展していきました。1965年昭和40年頃から人口が急増した遠野春、その理由の一つに九州産業大学の開校があります。まあやはり九州産業大学、まあこちらでは旧産大と言いますが、この近くにはですね、安くて美味しいお店がたくさん並んでます。なんか古い建物だ。住宅地の中にまたまに駐車場もあるけど、この辺はだいたい1時間100円ぐらいか。やっぱ安いね。まあ、東区はこの辺りは多分家賃はお手頃で住めますよ。まあ、学生さんが住むようなワンルームとかそういうお家もたくさんありますね。あ、こっちは霞ヶ丘で、こっちかなが遠野春一丁目か。住宅地の中にはあんまりお店はないとね。まあ東区はね、なんか大きい店舗たくさんあるけんね、まあ、車があれば便利。駅はどこだ。多分方向的には合っとるはず。あ、なんか神社がある。ちょっと待って、菅神社か。菅神社って結構あるもんね。ほんと古いわこの作り。
土地裏結構古いお家もちょこちょこ残ってますね。たださ、こんなに入り組んどうと大変よ。てか駅まで意外に距離あるんじゃね。どっちね、こっち行くか。なんかね、電信柱にね、この須賀神社のが結構張ってある。お、ガードした。もうすぐ駅だ。ってことはこっちか。なんか売店がある。ガチャガチャ置いてあるやん。新宮って書いてある。昭和50年3月竣工。浜田橋、ここにもなんかある。昭和40年度の何？合計450。下が読めんな。なんやろこれ。こっちはちょっと見えんな。まあ、川がでも汚いな。だっけ、これ最初の川がこっちにつながって海に出るってことか。ただこの地区って昔から地形自体は全然変わってない。ワンビンか。これさ、途中ヤブがあってなんか浜になってるんですよ。こんなかなんかあるとかな。ただ一応航空地図で見た限り、まあてか浜辺やけどね、そんなに幅もないし。でもすごいジャングルやん。こっちは市営団地か。駅だ。西鉄東の春駅。この近辺に住んでないとちょっと駅まで遠いね。まあでもバスもあるし、JR もあるし、まあ交通は意外にいいかもしれんね。ほら、駅の名前にはひらがなの「の」が入ってる。よし、渡ろう。古い理髪店だ。新しいお家も建っとるし。なんかお店がある。ちょっとレトロチックな。行ってみようか。
すごいなんか建物がレトロで気になっちゃいました。はいはい、はい、え昔は何屋さんだったの？昔なんかお惣菜屋さんだったんですけど、だって建物が昭和チックですです。なんかうん、もうあ一番最初はなんか町の電気屋さんやったらしくて、もう何十年も前にだけに中が見えるようなこういうですです作りなんですね。まあ撤退というか、まあ、やめらして、うん、で大家さんが買い取って、あの全く別のご家族住んでて、ここだけ店舗で貸してるみたいな。あ、そうなんですね。ですです。でもおしゃれですよ、外から見たら。あ、ですよね、このオープニング、うん、僕もなんかちょっと一目惚れしてですね。でしょ？私もなんか昭和とか古いものが好きなんで、はいはいはい、こういうとこ見ると入っちゃいますね。いやー、たまたまですか？たまたま。いつもたまたま見つけてね、はい、なんか自分の直感で、うんうん、で、そこに入るんですよ。よくだから意外に当たりのお店が多くって、あらあら、ちょっと油でやりますけどっていう、あのすごい綺麗、ちょっとこういうおばんざいと混ぜ混ぜしながら食べる、めっちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。すごいいい匂い。え、これ絶対女子に人気でしょう。そうそう、綺麗で野菜も入ってるし、割と女性の人に客とか結構多いです、ね、これバランス的にもいいんじゃないですか。あ、ですね。うん、へえ、この箸置きは本物のあのイモシシか、骨ですよね。うん、あ、いいね、アイデアですね。なんかおしゃれ、友達のジビエ料理屋さんにいただいて、ああいい、いただきますよ。何から食べよう。え、これで少なめ。そうですね、ちょっともし多かったら、ね、全然残されたり、うん、ケチャウト容器も入れていきますので、あ、いただきます。美味しそう。お肉やばい。あ、よかった。めっちゃやばいの、美味しい。味もしっかり効いて、うんうん、このなんか甘みがいいね。うん、うん、うん、これはなんだ、これなんですか、なんかなんか白いふわっとかかったやつ。泡醤油？なんか不思議な味。なんか溶ける。本当はちょっとゼラチンとかと混ぜて作るんですけど、今回はあのメレンゲで泡立てて。あー、なるほど、はい、美味しい。不思議な味でいいですよね。うん、カットできるんで。うん、山芋と合うね。そうなんですよ。あー、美味しい。で真ん中にご飯が入ってます。でも美味しくて見て楽しめていいですね。ああ、よかったよかった。いや、やっぱりね、見た目大事、食をそそる。そう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 、本当にそれこそゴミ五感っていう点が出てるんで、うん、美味しい。ほんと色が綺麗。うん、このお肉は？カモ？カモですね。カモも柔らかくて美味しいですね。ありがとうございます。え、ここ今めっちゃ大当たりやん。あ、よかった。一人で来る人も多いでしょ？あ、多いですね。一人で入れるお店っていいね。やっぱ長居してくださったりするんでですね、うん、僕としてはなんかそういう店作りたかったんで。だってマスターと話したら楽しいけん。そう、なんかそのせいというか、そのおかげであの夜12時ぐらいまでやったりするんですけど、うん、でもいいよね、昼も夜も楽しめて。ですよね、うん、そう、ちょっと飲んで帰ったりとかね。そう、うん、なんかおのおの自由に。いいよ、この空間は。よかったよかった。喋りたい人は喋るし、なんかずっと本読んでる人とかもいますしね。あ、なんか本もね、置いてあるもんね。あ、そうです、そうです、うん、そこの、あのブックエクスチェンジって言って、うん、イギリスとかで流行ってる本と本と交換。あ、だけど自分が持ってきて、そうです、そうです、ってことや。
あの、うん、まあ、うちはそんな縛りきつくしてないんで、いらん本あったら持ってきてねーで、うん、どんどん増えるじゃない？結構増えてますね。そうよね。あ、美味しかった。お腹いっぱい。てかさ、マスターもさ、若くてすごいいい人でさ、お話いろいろしてくれて、料理もうまいし、いや今日は大当たり。これが JR。 あ、これ古いわ。JR じゃなかったっけ？あれ何？あ、線が違うとか。多分あれはさっきの海の中道から来たやつや。広いね、結構上の方まである。さっきさ、駐車場の奥になんかチタブロがあったっちゃけど、人がおったけやめた。見たかったけど。畑もあるし、これは昔の食べ小屋や。なんか店やったっちゃろ。潰れとるけど。和白干潟です。なんかね、アサリとか取れるらしい。ちょっと長靴とかでコントダメやね。ちょっと待って、乾いたとこ歩こうか。あ、貝落ちとるよ。これしんどろうけど、こんなんが取れるっちゃろうね。今結構引いとる。すごいね、結構歩けるよ。あ、これも貝やな。これあれやん、マテ貝や。なんか塩振ったら出てくるやつ。あ、いっぱい貝が落ちとる。あ、でも誰もほっとらんね。取れる時期とかあるっちゃうね、きっと。いや、でも掘っとる跡がある。みんなだけちゃんと時間を見て掘りに来とった。おー。で、真正面が遠野春ですね。だから私が今いるところは和白ですね。あそこなんかの行こうかな。ちょっと待って、この塊は昔はなんかやったじゃない。なんかそんな気がする。またまた観音寺とかにね、昔は空港とかもあったもんね。なんでなんかいろんなの落ちとるもん、これ。何やったっちゃ。この石もかばっとる。だってサイト先とかもさ、炭鉱があったりとか、結構ね、こっち側ってね、歴史があるっちゃ。
えらいいろんなもんが入っとる。何回な気になるこういうの。